皆さんどうも、マキユウです。先ほどね、プリプリのアプリ更新がありまして、次のイベントがね、ほぼ判明というか、ある程度判明しまして、まさかのですね、アイコンがプニプニのね、8周年アイコンになったということで、次回イベントはね、もうほぼ確定で8周年記念イベントがね、まあ、毎年このね、時期にだいたい恒例でやってくるね、周年記念イベントということで、プニプニもついに8周年ですよ。いや、すごくないですかって感じなんですけど、次日はね、まあまたね、前はさ、妖怪ウォッチの10周年でめっちゃ盛り上がったじゃないですか、クロスエムル。で、今回は妖怪ウォッチプニプニの8周年イベントってことで、いやー、去年とかだったらなんだっけな、暴走エンマーだっけな、トリゼロね。とか、暴走ヒノシンとかさ、強キャラがたくさん登場したりさ、武蔵とかね、強いイベントでめっちゃ盛り上がったよね、武道会とかね。だから次日もさ、多分8周年でさ、妖怪ウォッチオールスターズみたいなね、いろんな今までのキャラが登場したりさ、いないれのキャラとかもね、いろいろ登場してたらめっちゃ盛り上がるガシャとかイベントになると思うんだよね。だから次イベね、ついに8周年イベントね、決定したってことで、まず注目なのがね、こういう暴走ヒノシンとかの強キャラが現れてね、こういう強いキャラの布告があるとかね、そういうのもね、めっちゃ楽しみだよね。ってことでね、次イベはね、アイコン変わりまして、8周年記念イベントにね、確定したってことでね、ご報告しました。良ければね、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。